はいどうもリーパです。今回ですけども、前回の動画自分の感度とオリジン版でスチームパッドを使う方法っていうのを紹介したんですけど、その続きで PC パッドの入力遅延を最小限にする方法っていうのを、今回ご紹介します。これをすることによって本当に遅延が減るので、リコイル制御とかがものすごくしやすくなります。いやマジでこれやっただけで本当にうわ強くなったって思うレベルで、必要なソフトが、2つほどあるんですけど、まずは、DS4 Windows っていうソフトと、これ読み方よくわかんないんですけど、 Hide SBF、まあ、よくわかんないです。まあ、自分も調べてやっただけなんで詳しいことはわかんないんで、ちょっと詳細とかは自分で調べてほしいんですけど、まずこの2つのソフトを使いますと。で、DS4 の Windows を解凍して、まあいろいろなんか必要なものとかがダウンロードしてくださいとか出るんで、それを終わらせると、パッドの設定画面になります。で、この画面、の左上にインプットディレイっていうのが出るんで、これが多分何も設定されてなかったら、まあ、3とか4とか5ぐらいになってるはずなんですよね。5ミリセカンド。それが通常の状態。で、それを確認できたら次に Hide SBF をダウンロードして、開くと、この画面の状態になります。アイスをオールに変えます。そしたらいろいろ出てきて、コントローラーのデバイスが出てて、多分ちょっと行くとワイヤレスコントローラーとか書いてるやつが、設定が必要なものなんで、で、自分はPS4 の純正コントローラーを使ってるんで、多分ワイヤレスコントローラーって出てるんですけど、まあ、Xbox とかなんか違うコントローラー使ってる場合は違う表記で出てるかもしれないです。で、まあ、もしわかんなかったら、一回抜いて、でもう一回刺したら、増えるんですよ。その増えたやつがその対象のパッドのやつなんで、それをちょっと確認して、で、それが、多分、B インターバルっていうのが、5になってるはずなんですよね。で、まあ、その、コントローラーのところを、チェックしておいて、フィルターオンデバイスにチェックをして、セレクトレート、デフォルトから選択します。で、インストールサービスをクリックしたら、まあ、警告画面とか出る人もいるかもしれないですけど、まあ、自分はもうそれ出ないようにしてるんで、出ないんですけど、それまあ OK みたいな感じにして、で、一回ここでコントローラーの USB ケーブル抜いて、もう一回挿してください。そしたらもう一回出るんで、そしたら、数字が変わってると思います。そしたら、もう一回、さっきの DS4 Windows を見てもらうと、多分5とか4とかっていう数字が、まあ自分だったら 0.3 とか 0.4 ぐらい。単純に考えたらもう10倍ぐらいの速度に速くなってるんですよね。もともと4とか5っていうのは、プレステ4の入力遅延と比べたら、だいぶ速いんですよ。PC のパッドって。結構入力遅延はない方なんですけど、これがさらに10倍速くなるっていうことは、本当にその手の感覚がそのまま伝わってるような感覚。だからものすごいリコイルもしやすいし、エイムもしやすくなってると思います。で、なんかこのまま設定できない人とかもいるらしくて、それは、セキュアブートっていうのをなんかオフにしないといけないらしいです。で、そのオフにする方法とかっていうのは、BIOS、パソコンの BIOS 画面に行かないとできないらしくて、自分はセキュアブート、もともとオフだったんで、何もしなくてよかったんですけど、必要な方はちょっと自分で調べて、セキュアブートのオフの仕方っていうのを、やってから、設定してみてください。で、必ず、まあ、設定し終わったと思っても、自分なってなかった、遅延が減ってなかったことがあったんですよね。だから必ず、DS4 Windows で、遅延の、数字の確認は行ってください。なんか1000にしたけど、あれ変わってないなっていうことがあったんで、必ず DS4 Windows もダウンロードして、遅延の確認もした方が間違いないと思います。で、ちょっと詳しいことも自分、わかんないんで、そこはちょっと自分で調べてやってみてください。まあ、自分はこれをやったら本当に遅延が減って、エイムも良くなりましたと。ということで、以上が紹介でした。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。